アマチュア球界屈指の長距離砲。うわー、2010年当時歴代1位の高校通算ホームラン数94本を記録し話題となったあの男である。しかし当時はその球児に対し様々巻き起こっていた賛否両論。約10年前ホームランを打ちまくった伊藤亮介さんをよく知る男に話を聞いた。おお、したらしたら、あのさ、こうやってなスイングしてるやつやろ、縦振りで。うん、してるよ。お茶でも何してるやろな、めっちゃ気になるわ。地元の野球ファンも気になる存在。その後野球界から姿を消してしまっていたその男が今再びグラウンドに立ち、当時の思い苦悩を語ってくれました。いい縦の回転です。3年ぶりに。あ、そうですか。3年ぶりぐらいに。あ、そうですか。肩壊してて。へえ。なかなかソフトボールぐらいとかは言ってましたけど。あ、じゃあ、まあ、もうこれぐらいの距離しか。大きくて短い距離だったら、まあ、何キリ投げる。リストでポッと投げれるからってことで。はあ。ちなみにもう引退されて何年経ちますか。もう3年になりますね。3年。もう早いですね。早いっすね。改めて今回一緒に野球するのは新興学園法政大大阪ガスへと進んだ高校通算94本塁打を記録したスラッガー伊藤亮介さん。大変恐縮ながら決して大柄ではないという。その大きさなんですよね。そうです。身長はもう172しかないって今。その中でやはり遠くに飛ばすその技術というか、はい、能力を備えてらっしゃったという。誰よりも練習はしてた自信はありました。はあ。誰よりも数バット打ってた自信はありました。なるほど。もうキャッチボールなんかしててバッティングしませんか。もうキャッチボールでも大好きだ。キャッチボールは好きです、もともとは。あ、そうですか。いや、ちょっと大学1年生の時に肩壊して、それでもまあまあ当時の監督から、まあ、それ投げれんでもええから出てくれへんか。はい。へえ。それでちょっとごまかし投げてたんですけど、そしたら2年生の時に突如あ、イプス発症。はあ。ごまかしてやってはいましたけど、大事な場面ではちょっと引っ掛けたりとか。はあ。エラーのほとんどがもう冒頭やったり。あ、そうなんですか。はあ。もう野球は無理やなと、プロは無理やなと、そこで諦めました。でも大学やりきって、そうですね、大阪ガス。そうですね。こっちが苦手でも、こっちで、あ、そうですね、なんとかせってことで、いけたってことですか。そうですね。投げれないというかね、そうですね、しんどかったですね。高校卒業後、苦しみながらも野球を続けていた伊藤さん。この後、封印していたバッティングを3年ぶりに披露。今年の8月ぐらいなんかニュースになってましたよね。今何をしてるのかっていう見ましたけど、はい、今まではそういうのも結構終わってきてたんです、はい、今年の1年の僕のテーマが挑戦っていうのを自分の中で決めてるんで、はい、こういうのにもちょっと積極的に出てみようかなと。なるほど、はい、おいくつ。30代いました。ちょうどその30を境に。そうですね、あえて出ていこうという。そうですね、今まで逃げてのイセフツばっかりやったんで、はい。大学引退してから行ったことあるんですけど、はい、あのその草野球呼ばれてたことあるんですけど、全部ショートフライ。ああ、もうそうですね、潰れまくるという。そう、あんまり面白くなかった。久々のバッティングなので今日挽回のチャンスを。そうね。あ、もうグリップの握り方が強者の、それだ、強者の、強者の握り。これです。本当だ。いきます、フィンガーグリップで。おお、そういう感じで打つんですね。トンと。いいですね。あっさりあっさり。思い出しながら。ロンティは得意だったんですよ。へえ。おお。いかがでしょう、打感は。軽いですね。ああ。スイングを投げるのはあんまできないですね。野球はできない。はい。もうそのまま
でもいいか、でも伸びていってますね。おお。結構やっぱリストターンなんですか。それは捕まえたいですね。捕まえたい。僕は、はい、スピンをかけたい。ああ。公式の場合、公式の場合は右手を引く。引くじゃない、引くじゃないですけど、なんかまあ。くわ。この動きが多分ボールにスピンを与えると思います。はあ。それイメージですよ。はい。絶対こんな打ち方できないんですか。はい。右手の動きはあまり効かないね。効かないですね。それ絶妙な動きされてますよ。クンクンって。それ徐々に身につけてたんですか。ああやと思いますね。それは最初はなかったと思います。ああ、うん。どうやったら飛ぶんだろうって考えてやってたら、なんか勝手に動くみたいな。なるほど。うわ高っ。うわどこだ。最初のバッティングどうですか。楽しいですね。よかった。ありがとうございます。それだけで完璧です。その言葉だけ言ったけども、うわー本当にこう打つ瞬間までこう左手握らないですね。昔から言われてましたね。へー。そんなことないですよ。いやいや、楽しく打っていただけばもうおそらく兵庫県民そして日本国がもう震えてます。あーこれいったー、すごい。やべえ、どこだ。やばー、うわー。これ本気でしたら高速乗るんじゃないですか。それは良かったですね。感触は今の感触を多分伊藤さんはしっかりとメモリ。なるほど、また一つ運びました。運びました。場外打ちたいですね。場外打ちたい。あとここにて火がついた。両者の心に野球魂の火がついた。おーおーおお。やばいやばい、すごい。悔しそう。悔しそうです。一択はありましたね、かなり。いきます。うわあ高い。どうだ。うわあ高い。どうだ。おー超えてった。超えたんじゃないですか。超えたんじゃよかったです。楽しくてよかったです。やっぱね、トスしてて一番感じるのはボールをね、やっぱこう呼び込みながらこう探る時間みたいな。あそこのなんかこうすごいね、長く感じたイメージ的にはね。バッティングはでもその中にしっかりこうボールに入っていきながら決して受けないで、なるほど、入っていきながら探って、あとはもう右手くっくっ。この辺りの意識っていうのはどういう感じで現役者打たれていたんですか。探るっていうのはすごい、ここでここを長く取りたかった。おこれが長く取れるときはやっぱボールもよく見えて、よく見えて、でもやっぱり印象的なのはそのバットの軌道。当時ってなんか伊藤さんのスイングがかなりこう奇抜な感じで言われてたなと思うんですけど、縦振りっていうのが流行りましたね。あ、覚えなんかありますあります。はい、開かずにこう、はい、打っていくみたいな、その走りでしたよね。どっちかというと上から叩けの時代ではあったじゃないですか。縦振りでどんどん下から打っていくみたいな、まあ、実際そんなことないんでしょうけど、下から打っていくイメージでなんかこう縦で振っていく、まあ、ちょうど流行りだしたので、はい、で結構あれですね、その賛否両論がすごく、そうですね、うん、叩かれたりとかも結構ありました、はい、結果出てるんだから文句言えないですよね、まあ、そういうことだよね、うん、
何言われる筋合いもないし。でもまあ中にはね、こう言われて変えちゃう人もやっぱいる。まあそれでも伊藤さん自身はやはり信念というか。いやそれはなかったんですよ。結構イエスマンでやってたというか。あそうですか。言われたことは絶対やりたいなっていう。変に真面目すぎたんですね。これやれあれやれ言われたこと全部取り入れてしまって、こうどん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 崩れていっちゃったんです。聞き流せる力があったらもっといい選手になってしまったかな。実際高2から続けた縦振りは大学では対応しきれず、やめてしまい元のスイングに戻したという。でもお元気そうで何よりですよ。いやお会いできてよかった、ね、お会いできてよかったです。僕も会いたかった。いや本当ですか。結構こう取材とか YouTube、ええ、まあ結構あったんですけど、はい、全部断ってくださって。そうですよね。だってほぼ雲隠れ状態でしたよね。僕はもうあの表に出るのが嫌いやったんで、どんどんこう、まあ勝手にね周りがわちゃわちゃ言ってた時代もありましたもんね。多分ね、誘ってくださいっていう感じのタイプだったんですよ。じゃあ光栄ですね。出ていただいて本当にありがとうございます。まあ、素晴らしいバッティングを見せていただいて、うん、ね、見られてよかったです。今では当たり前となった縦振りで一世を風靡した伊藤亮介さん、苦労を重ねながら磨いた打撃技術は本物であり、バットマンとしての熱い魂も健在でした。またそのバッティングをグラウンドで見られる日も近いかもしれない。